タッフさん早くお願いね。ちゃいちゃん寝てないで応援行かないの？見てよかりんちゃん、チャイ餓死しそうだよね。そんなにお腹に備蓄してるのに。はぁ、おっとスタッフさんに呼ばれた気がするよ。かりんちゃんちょっと待ちなさい。ちゃいちゃん寝てばっかりいるとみんなにデブデブ言われるよ。仕方ない、行こうかな。あやっぱりダメ。猫の手は借りたくありませんか？スタッフさん、何なのその入れ方、かっこ悪い。調理が止まってますよ、ピーン。チャイちゃん、どんくさくて見てらんないよ。調理中に指差し確認するんだよ。うん、コンソメの時みたいに入れ忘れちゃうから。ああ、そんなこともあったね。なんだお外うるさいな。お選挙か、カリも立候補しようかな。そしたら猫愛してくれる人のために給付金制度作ろう。ねえちゃいちゃん、ちゃいちゃんみたいなの飼ってる人いくら給付金あっても足りないよ。ここの隙間を掃除したかな。うわ、汚ねえ。お、できたんじゃないか。生地が、ああ紛らわしい。
Between Alpha。チャイちゃんは寝てるし、誰も見てないな。よし、おリボンつけてカリコちゃんやっちゃおうかな。やばいこと聞いちゃった。カリコちゃんはやらされてるのかと思ったら、自分から進んでやっているとは。寝たふりをしよう。もうそろそろかなって思ったりもする。カレンちゃん確認してきて。もうチャイちゃんそろそろ起きたら。じゃあそろそろ動こうかしら。よいしょ。これは一匹の猫にとっては小さな一歩だが、猫類にとっては偉大な飛躍である。チャイ・アームストロング。全然進んでない。もう少しかかりそうですかね。全然進んでなかった。うわ、汚ねえな。どうしてこう汚いとこって見ちゃうんだろうな。うわ、奥の方すげえ。汚ねえ。背中かゆい。メロンメロン、おう、メロンメロン。ちょっと誰床にローション塗ったの、君かい。この扉の音はパーティーの予感がする。こちらカリン警部、怪しい物体を見つけたため捜査を開始する。これは一体なんだ。穴がポコポコ開いていて、まるでたこ焼きを焼く装置のように見える。急に攻撃をしてくる可能性があるから、慎重に調査をしなければならない。おすんすんおすんすん、これはたこ焼き機だ。でもまだわからない。たこ焼き機に紛争している悪いやつかもしれない。いや絶対そうだ。こんなところにたこ焼き機があること自体が不自然なんだ。いや待てよ、最近は安価でたこ焼き機を買えるという情報も入ってきている。ということはたこ焼き機なのか。でもまだわからない。よし仕方ない、カリン警部の権限を使って調べることとしよう。
あまりこの手は使いたくなかったが仕方ない。スタッフさん、あれなんですかね、たこ焼き器なんですかね。なんだよあれ、たこ焼き器かよ。もしかしたら悪いやつなんじゃないかなと思って調べてたんだよ。この穴ぼこそうだよね、たこ焼き器だよね。おっと、それは一体なんだい、悪いやつなんじゃないのかい。おすんすん、揚げ玉さんだ。そろそろかな。おー、ちゃちゃん、やっと起きてきたか。青のり、こっちは揚げ玉、それと紅生姜と、生地ね。スタッフさん、あと何持ってくるな。たこ焼きにおいて生地はとても大事。おう、トンネルだ。おチェックしましょう。ん、これちょっとお出汁が効きすぎてるかも。はい、たこ入ります。よし、回すよね。うわ、チャイちゃんすごい張り切り。まあ現実的には無理だけどね。そうだよね、カリたち食べないもんね。これは良くないものかもしれない、毒味しなきゃ。あ、なんの、あ、ひどい、もう毒味してあげようと思ったのに。食べようとしたのがバレたんじゃない。え、バレたかしら。おー、カツオ無視、怒られちゃうから。おー、カツオ無視。あー、カリンちゃんずるい。ちょっとなんでカリンちゃんの時は注意しないの。もう不公平だね、ブー。バレた。もうなんだよ、食べないよ。カツオ節ないならここにいる意味ない。あっち行こう。セクシーが通ります。いよいよ焼きが始まるようです。あ、こりゃお腹すく。おかみの、おかみのチャイです。返しチャイがやろうか。どうしたの？こら、家で走らない。あれ、スタッフさんはどこに行ったんだ。うん、急いで何か取りに行ったよね。おお、びっくりした、チャイちゃんか。信玄餅が喋ってるのかと思ったよ。ぶっ飛ばされたいのかな。よし、スタッフさんが得意と言っている返し、ゆっくりご堪能させてもらうよ。見なかったことにしよう。
完璧だ。ああ完璧だね。ね、おお、本枯れ節。すみません、もう直接ください。もう楽しみ。あーカリも楽しみ。おー来た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 。いただきます、うん、間もなく着陸いたします。あーカリも食べられてた。いただきます。一番たこ焼き風のやつ選んでくれたわ、ほんまや、うちのとほとんど同じやないか。なんでやねん、ほんまちゃいちゃんは大げさやわ。そんなことはありまへん、ほんま自分おもろいな。そないなことよりこの本カレー節めっちゃうまいな。めっちゃうまいわ。スタッフさんどうしたの、ロシアンルーレットが当たったのかな、今度は友達とやりなさいね、ごちそうさま、ちょっと早くない、あまり食べ過ぎないように気を使ってるの、ちゃちゃんは気をつけた方がいいよ。ちゃちゃんすごい残してる。もったいない。食べよう。お腹いっぱいだ。ごちそうさま。抜き足、差し足、かりん足、逃げろ。大阪グルメ、最高。お腹いっぱい、食い倒れちゃった。最後まで見てくれたら高評価よろしく。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。そうなの？そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。おすすめの動画はこちら。ナタデココが急に去年10年以上ぶりにスタッフさんが大阪行ったけどさ、その時に一番最初に食べたもの何か知ってる？知ってる。吉野家の牛丼食べたんでしょ？そうそう、大阪行ってもいつも食べてるもの食べてるんだよ。やだ。